はい、本日は自粛中でもできる在宅開運法食べ物編。はい、まあこういうご時世ですので、まあ皆さん自粛ということでですね、あんまり外出しないようにというところで、こういう時こそまあ占いがですね、なんか役に立たないかということで、自宅でいながらにしてできるまあ開運法、在宅開運法と。どっか遠く行きなさいとか、外行ってこんなことしてきなさいではなくって、はい、家で簡単にできる方法を、やっていこうと。そうです ね、なんか今までね、やってたその花を買いに行くだとか、なんかあそこの場所行った方がいいよっていうのが今ちょっとね、そうなんだ、なかなかこういうご時世ですので、ちょっと難しいので、まあちょっと特別、この期間だけの特別開運ということで、はい、まず今日は食べ物編と、で毎月毎月ほら開運フードはやってはいるんですが、あれとはまたちょっと別にですね、はい、まあそのまあコロナ対策というわけではないんだけれども、とりあえずちょっとこの時期限定の、はい、特別食べ物開運ということで、そうですね、まあ、自粛期間中がとりあえず5月、6日ぐらいまででしたっけ、まずそうですね、まあだからとりあえず4月5月の間限定ですけれども、この間に食べた方がいいもの何でしょう。はい、パイナップルでございます。パイナップル、うん、ほう、これはちょっとね面白いと思うんですが、パイナップルっていろんな漢字の書き方あるんですけども、漢字で書けるんですよ。だって中華料理にさ、なんだっけ、酢豚とかにパイナップル入ってたりするでしょ、だから中国料理でも食材としてパイナップル使うわけで、はい、ってことは漢字で書くパイナップルの書き方ってあるわけですよ。ホーリって書きまして、ホーリって鳳凰の、フェニックスみたいな鳥の鳳凰っているじゃないですか、はいはいはい、大鳥の方に梨って書いてパイナップル、そう、それでパイナップルなんですよ。なんかすごそうなね、なんかね、なかなかすごそうですけど、こういうような名前ですね。パイナップルってさ、パインアップルだよね。正式はな、そうなんですかね、パインアップルなんですかね、パイナップル、パイナップルって、いやもちろんそう、パイナップルなんだけど、パインとアップルで、でパインってさ、松の木のことなんだよね、そうなんだ、パイントリーって松の木のことなんだよ。だから言われてみるとさ、松ぼっくりを巨大化させたらなんとなくパイナップルっぽくなる。ああ、あるある。なんかだからあれは松ぼっくりの巨大化した実なんだよ。パイン、松リンゴ、パインアップル、パインアップル、まあまあということはどうでもいいんですが、とりあえずですね、この時期は、パイナップルを食べていただきますと、まあ、あくまでも占い的見地ですので、まあ、医学的にどうこうということはとりあえず置いといてですけれども、まあ開運フードということで、ちょっとこの時期限定で、パイナップルと。なるほど。この間と4月の開運フードって何、大盛りとか言わなかった、大盛りなものをなるべく食べてくださいみたいなの言ったと思います。言ってましたね。だから、パイナップルの大盛り、あ、山ほどパイナップルを食う、だからダブルで開運ってことですよね。ダブル開運ですね、ということで、はい、皆さんパイナップル食べてください。食べてください、はい、生でも缶詰でも何でも OK です。はい、はい、以上です。ありがとうございました。遠いな。